はい、皆さんこんにちは、ワタリクルビッシュです。では今回は提督の決断スリーパーキットセガサダンバー、日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。米領機械戦のシナリオでスタートして、まあ、何度かやり直しはしたものの、レイテを守りきる、まあ、そういう戦いができて、前回はですねペーリー流の攻略を行いました。まあ、見事にペーリー流をアメリカ軍から奪還することができましたので、まあ、このペーリー流にはですね、まあ、最前線というものもありますので、誰か司令に入ってもらいましょう。陸戦が強い人がいいとか、まあ、そういう理想もこの今の拠点関係ないかなと思いますので、黒島さんあたりに入っておいてもらいましょう。で、航空兵力置けるんですけども、グアムやまあ、サイパン、ビアクあたりに、ここを拠点として空爆してもらうのもありかなと思いますので、このペリー流には石切港や、戦闘機配備したいと思います。では、ペリー流に航空隊配備しましたので、次の作戦を、いよいよ検討していきたいと思います。まず一つ考えられるのが、孤立しているラバウル、これの救援のため、ビアク、上枠、この二つの、まあ、奪還を行う。これによってね、ラバウルが救われるという状況が作れるんじゃないかなと思いますので、これが一つ。もう一つがですね、まあ、邪魔で邪魔で仕方がない、このサイパンとグアムですね。この二つをアメリカ軍から奪還する。まあ、どちらかの作戦を行っていきたいなと思っているんですが、まずはやっぱりサイパンとグアムですね。サイパンとグアムからですね、まあ、佐世保やクレ東京に、爆撃機を飛ばしてくるので、まあ、これを、まあ、阻止するためには、やっぱりこのサイパンとグアムは、奪還して、日本軍が安定的に統治する必要があると思うので、サイパンとグアムを今回は攻略していきたいと思います。そのための準備も進めてまして、まずですね、レイテ、ここには、草加さんの第6航空艦隊を入れてあります。まあ、この第6航空艦隊を使って空爆しながらサイパンの攻略。これがね、まず最初に必要になってくることかなと思っていますので、これをやります。で、加えてですね、新設した空母シナノが機関を務める第一航空艦隊。これも投入していきましょう。第一航空艦隊は、空母シナノが機関になっています。では、第一航空艦隊、第六航空艦隊ともにサイパンに向けて出撃していきます。でちなみにですね、第二艦隊、大和武蔵、長門の戦艦の艦隊ですけども、クレで今、修復中ですね。これ修復終わって艦隊も再編が済んだら、前線へとまた派遣していきたいと思います。今はしずしずと、サイパン、グアム方面に部隊を進出させています。まあ、サイパン、グアムのね、アメリカ軍の、基地航空隊にできるだけ発見されないように、発見されたとしてもできるだけそのタイミングが遅くなるように祈りながら進んでいきましょう。さあ、この距離までサイパンの基地航空隊に気づかれることなく近づけました。ではサイパンに空爆していきましょう。艦載機全103機出撃です。まあ、まずはね、敵の飛行場直撃機、これらを潰しながらですね、サイパンの無力化を行っていきたいと思います。まあ、第一目標飛行場。これは変わらぬ、内容かなと思いますので、まあ、飛行場の位置確認していきます。4つ飛行場あるということで、まあ、ここに1つありますね。4つの飛行場全部破壊して、あとは砲撃してくるね、砲台も破壊してというのが目標になりますね。全体はこんな感じです。では、進んでいきましょう。はい。第6航空艦隊に続いて、次は第1航空艦隊。さらに、ペリリューなんかからも、攻撃隊を発艦して、サイパンのグアムにね、波状攻撃仕掛けていきたいと思います。ここでサイパン無力で攻略することができれば、続けてグアムの攻略と、いうのも見えてくると思うので、まあ、ここはね、しっかり
無傷で攻略できるように頑張りましょう。敵サイパンの基地航空隊の攻撃を、第6航空艦隊草加さんが受けますね。直撃20で防衛していきます。はい、直撃失いましたが空母は守っています。これの返す刀でサイパンをね空爆していきましょう。堂島さんがまあやられてしまったのはしょうがないですね。堂島さんの仇討ち、サイパンに第一航空艦隊から全機出撃していきましょう。ここで決める、まあそれくらいのね、兵力出していきましょうね。全264機、敵の直撃は3機だけですね。これだけの大航空隊の攻撃を受けたらたまったもんじゃないですよね、サイパンも。このままサイパンを無傷で攻略できれば、先ほども話した通り、連続してグアムも、ね、攻略できる。まあそういう段取りが見えてくるので、まずはそこを目標にしていきます。はい、敵の守備隊削っています。飛行場も2つ削りましたので、さらに飛行場と敵の守備隊両サイドも下げていきたいと思います。続いて再び夜が明けたタイミングで第一航空艦隊、ここからサイパンに向けて全265機出撃させていきます。まあ、空母の数は多いんですけど、まあ残念ながら、軽空母。まあ場合によっては20機前後しか搭載できていないものなんかもあったりするので、空母の数の割にはね、航空機の数がちょっと少ないかなというのはあるんですけど、まあもうそこは割り切っていきたいと思います。はい。サイパンですが、もう一押しですね。要サイドは完全に削り切りましたので、この後は守備隊の数削っていきます。続いて第6航空艦隊草川さんの艦隊からサイパンに対して波状攻撃仕掛けていきます。全部で125機発艦させてます。では第1航空艦隊の航空兵力、それと陸戦隊を総動員してサイパンの奪還にいよいよ部隊を全力攻撃仕掛けていきたいと思います。まあ総攻撃というやつですね。はい、最後は、進行部隊が敵の部隊を攻撃してサイパンの基地占領完了してます。この程度の被害だったらグアム、これも連続で落としにかかりたいですよね。なんとかこのままの勢いでグアムの攻略もしちゃいましょう。サイパンの奪還です。マリアナ沖海戦以来のサイパンへの返り咲きと言える状況だと思います。サイパンはアメリカ軍がすごく物資や石油を補充しておいてくれたおかげで、楽ですね。物資に困るっていうことがなさそうですね。なのでここで石油と物資を補充して、そのままねすぐ近くにあるグアムへ向かいましょう。グアムも攻略することができれば、日本本土の安全が再び保障される、守られる、まあそういう状態になりますので、このグアム攻略までは時間かかってもやってしまいたいと思います。サイパンから、第一航空艦隊、そして第六航空艦隊、これ二つ出撃させていきます。早速グアムに空撃仕掛けていきましょう。第一航空艦隊ですね。攻撃前期出撃です。259機、グアムの基地航空隊がどれくらいいるか、15機ですね。これ対別させていきましょう。飛行場は4、またある程度敵のね、守備隊陸戦隊を潰してから、こちらのね陸戦隊を上陸させていくのがいいかなと思います。まだまだ守りはしっかり固そうですね。なのでここに向けて
まずは航空機による空撃を加えていきます。グアムの基地司令部、まずは破壊稼働です。続いて飛行場の破壊に向かいましょう。はい、飛行場一つ破壊ですね。司令部も攻撃していません。このまま要塞度削りつつ飛行場の破壊、そして敵守備隊を削っていってグアムを日本の元に奪還していきましょう。これ全然違う話になってしまいますけど、もしね、第二次大戦勝ってたらグアムサイファンがね、日本の領土でパスポートなしで遊びに行けたんだなぁと思うと、まあなんとなく勝っといて欲しかったなぁなんて気もしちゃいますけどね。ではグアムに今度は第6航空艦隊第2波攻撃仕掛けていきます。はい、第6航空艦隊も攻撃仕掛けてくれています。では部隊上陸させていきます。ここからいよいよグアムで奪還戦ということになりますね。航空隊と連携しながらね、陸戦隊でしっかり敵守備隊を掃討していきます。でグアム、サイパンが取れたらですね、まあ、それこそオーストラリア方面に行くのか、それともね、ミッドウェー方面に行くのか、そのあたりはしっかり考えを巡らせておきたいかなと思いますね。はい、最後は陸戦隊が敵の守備隊を壊滅させてグアムの占領完了してます。これでまあレイテでね、勝利してからペリリュー、サイパン、グアムと要衝といえる3つの拠点の奪還に成功しています。一度、各艦隊、まあ、補充するためにですね、まあ、サイパンなりグアムなり、基地に入って、しっかり修復して次の作戦を考えていきたいと思うんですが、その様子はまた次回ですね、お届けをしていきたいというふうに思います。